第一朗読エレミアの預言。主はこう言われる。呪われよ、人間に信頼し、憎なるものを頼みとし、その心が主を離れ去っている人は。彼は荒れ地の裸の木、恵みの雨を見ることなく、人の住めない不毛の地、遠所の荒れ野を住まいとする。祝福されよ、主に信頼する人は、主がその人の拠り所となられる。彼は水のほとりに植えられた木、水路のほとりに根を張り、暑さが襲うのを見ることなく、その葉は青々としている。干ばつの年にも憂いがなく、実を結ぶことをやめない。神の御言葉。幸せな人。
第二朗読、使徒パウロのコリントの教会への手紙。皆さん、キリストは死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のある者が死者の復活などないと言っているのはどういうわけですか？死者が復活しないのなら、キリストも復活しなかったはずです。そして、キリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになります。そうだとすると、キリストを信じて眠りについた人々も滅んでしまったわけです。この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちは全ての人の中で最も惨めなものです。しかし、実際、キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。神の御言葉。今、飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。イエスは彼らと一緒に山から降りて、平らなところにお立ちになった。大勢の弟子とおびただしい民衆がユダヤ全土とエルサレムから、またティルスやシドの海外地方から来ていた。さて、イエスは目を上げ、弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今、飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今、泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。人々は憎まれる時、また人の子のために追い出され、罵られ、汚名を着せられるとき、あなた方は幸いである。その日には、喜び、踊りなさい。天には大きな報いがある。この人々の前祖も、預言者たちに同じことをしたのである。しかし、飛んでいるあなた方は不幸である。あなた方はもう慰めを受けている。今、満腹している人々、あなた方は不幸である。あなた方は飢えるようになる。今、笑っている人々は不幸である。
あなた方は悲しみ泣く世になる。すべての人に褒められるとき、あなた方は不幸である。この人々の先祖も、偽預言者たちに同じことをしたのである。主の御言葉。Thank you.
They shall inherit.